それではゲームプレイデバッカーのキーの割り当てから行います。一番上のエディットの、プロジェクトセッティングに行ってもらって、ここのエンジンのここゲームプレイデバッカーがあるんでここを押してください。するとアクチベーションキーっていうのがあります。でここデフォルトの値使えないんで、好きな、ボタンキーに割り当ててください。僕の場合アルファベットの Q ですね。でこのボタンを押すと、デバッグのモードが使えるようになります。でここのカテゴリースロット0から5番も使うんですけれど、キーボードの右側についている点キーがある方は、そのまま、NUM0 から5、そのままで大丈夫です。でその点キーもついてないキーボード、キーボードの一番上の数字しかない方はここにその数字012345っていうふうに、検索などで入れてもらって、割り当ててください。割り当て終わったらもう閉じてもらって大丈夫です。で対象はこいつをやるんですけれど、このキャラクターは、AI パーセプションこれですねを持っていて、で、サイトですね、視覚情報を持っています。で、見える半径が1000で、見失う半径が1500で角度が70になります。であとマックスエイジっていうやつ、後でデバッグで出てくるでデバッグで出てきますね。今のところ0にしています。で、でプレイしてみましょう。で、この、対象見えている状態でその割り当てたキーを押すと、こういう感じに出てくると思います。でその状態で一番左上の方に数字書いてると思います。で4番がパーセプションになります。で使わないボタンは、1番 AI、 2番ビヘビアツリー、使わなかったら、もう一回押してもらったら消えます。今4番だけついてるんでパーセプションだけ使えてるっていう状態になります。で、ここの緑色ですね、ここからここが、見えてる範囲になります。で、ど真ん中に、サイト1エイジ0って書いてると思います。でこれが今視覚で認識しているっていう意味になります。で、この四角、いわゆるこの緑色から外れると、エイジっていう数字がどんどん上がっていってると思います。これはいわゆる四角から外れたっていうことですね。で、元に戻ると四角が、エイジが0になるんで、四角にの中にいるっていう意味です。で、今度この緑の外、ここの緑の外を超えると、ここじゃない、この赤色です。赤色を超えると、またカウントダウンが、カウントがどんどん上がってきますね。要は この赤色を超えると、見失うっていう意味 で今度はこの緑色の中に入ると、見えたっていうことになります。で、ここの設定が今は1000で、この赤色までが1500っていうことに今はなります。なので、この最初は緑色のところにいると、見えていて、この四角から抜けるにはこの赤色ですね、赤色から出れば見失うっていう意味になります。で、この状態でタブキーを押すとここから抜けれて、上の方に行ったりできます。これで全体、見合わせることができます。緑色が、見える範囲ですね。で赤色が見失える範囲なんで、これを見ながら、設定してもらえればいいかなというふうに思います。戻るときはもう一回タブを押したら戻ります。はい、これが AI パーセプションのデバッグモードになります。今回は以上になります。ありがとうございました。